昨日は、クレパスの状態が悪くて停滞1日。今日もう一度、ラウンディングポイントまで行けるか試します。どうなるかは分かりませんが、今朝の2時半。この今はここに1チーム、2チーム、3チームいます。AMS、アルパラセンス、アルパラセンス。やばいです。クレパスが開きまくってます。全部、ずっと、結構遠い、これから。あっちだもんね。帰れんのかな。クレパスが開きまくりだよ。まだまだ遠いのに。クレパスってやばい。クレパス。ここもクレパスの上に氷がちょっと乗ってるだけ。すごいすごい。もうちょうどクレパス。すごい、ボッコボコ。ボッコボコですかね。あの棒を入れて、実はここも今真ん前もちょっと雪がかぶってるだけ、クレパスの上に。だからゆっくりワイドに渡るってことです。 あともうちょっとでラウンディングポイントに着く。すごいクレパスだった。もし今ここが8時半の飛行機に乗って最寄りの町まで、さらにすぐにタクシー飛ばせば今日の飛行機に間に合う。でかいな。カーティスが踏み抜いたところがここです。今度はここでクリスが落ちてます。ほんと落とし穴みたいで分かんない、分かんないよ。今前でカーティスが行き来たところがクレパス開きまくってます。やばい、太陽が出てきた。太陽が出てくるともっと雪がシャリシャリになっちゃう。圧が落ちてます。クレパスに、クレパスに落ちてる最中。やった、安全地帯に着く。あそこがもうラウンドポイントのちょっと下です。あそこに行けば安全地帯だ。クレパスみんな落ちまくりです。落ちるつも片足とかでしょですね、うちのチームは。すごい開いてる。今日帰れるかな。いやもう本当よかった。来た時はこんな感じな崖、全然出てなかったのに20日だって雪が溶けまくりクレパスが出ます。こんな丸、まるで違う景色に。もうちょい、やった、もう着く。あそこだ、あそこ安全地帯。いやもうこれを機に神様に誓いました。もうやたらめったら切れないと、人や物事に対してそれを誓いましたんで、今後は人生どんな時にも切れないようにそれを心に留めていきたいと思います。もうちょっとで着く飛行機が来るランディングポイントへ。もう雪がシャリシャリ。よかった、安全地帯到着です。あの飛行機だ、飛行機で帰れます。
あれであとは町に帰れる。来た来た来た、ここについてくれないかな。あ、いや行っちゃうのかな。あれで来ました。ちなみにあれで帰ります。今日もあれで帰ります。あ、やっぱ止まるんだ。やっぱ止まるよこの子。クレパスはビビりましたね。帰れなくなるかと思った。安全地帯に入ったと喜んでいたら最後に来ました、このヒルドリハートブレイクヒル。この微妙な上り坂がこの30キロぐらいの荷物を背負っているとすごい足、足と肩に来ます。はい、まあでもクレパス自体を無事抜けられてよかった。シーズン最後、もう誰もいません。シーズン最後の出ないはやばいっすね。クレパスが本当にやばい、聞いてはいたんですけど飽きまくってて、まあ、よかった。今回は1日の停滞で、自分が聞いたところシーズン最後前行った人はインドネシアチームは2日停滞してもうどうしようもないって言って突っ込んだみたいですけどね。で、何人かはもろクレパスにひとんと落ちたということを聞いています。でも本当にやばいです。登頂とかよりもやばい。クレパス自体精神的に結構きました。はい、正直。でもよかった。あー綺麗、今日は綺麗。絶対飛びますねこれ。あとはセスナーで帰るだけ。飛行場に着いた。